豆腐ラーメンは埼玉県埼玉市の B 級グルメの一つで埼玉 B 級ご当地グルメを決定戦に埼玉市代表として埼玉豆腐ラーメンで出場し優勝したこともある。鶏ガラなどでとったあっさりスープの醤油ラーメンの上に醤油ベースの滑らかな絹豆腐とひき肉の餡がたっぷりかかった麺料理である。餡は見た目は麻婆豆腐に見えるが辛さはそんなになく。 子供からお年寄りまで幅広く食べられる豆腐あんかけがこのラーメンの特徴である。1970年埼玉県岩月市の岩月公園内にある岩月市立福祉会館内のレストラン大手門で当時コックとして務めていた高木敏像が当時の社長らにまかないとして豆腐を使いラーメンに合った味で作ったのが豆腐ラーメンである。そして正式なメニューに加わり、 豆腐ラーメンが人気になったことで、当時の岩月市内の様々な店で出されるほどになった。やがて、このレストランに勤めていたコックたちが辞めて独立すると、それぞれ岩月駅近くや与野市に店を持って、豆腐ラーメンを出していった。2008年の第2回、埼玉 B 級ご当地グルメ王決定戦で、初出場で優勝し、その名が広まった。個人店のため、 味もトッピングも異なる。この大会では、レストラン大手門、豆腐ラーメン幸いようが、埼玉豆腐ラーメンの会として、共同で出場。ありがとうございます。